ソウルオリンピック種競技場、金久し根は、大韓民国の建築家、都市計画家、金繁業と共に、韓国近代建築の巨匠と称される。生涯に、韓国内に200以上の建物を設計し、代表作として、ソウル三室総合運動場、空間社屋、馬山聖堂、国立機吉州博物館などが挙げられる。金は1966年に、韓国で、 初めての建築、芸術総合誌である月間、空間を創刊し、1972年には空間赤廊を建立して文化活動の場所として開放した。また公益大学校や建国大学校、国民大学校で教弁を取った。これらの活動を通して多様な芸術活動を支援し、芸術運動を展開した。このことは1977年に、 タイム市場でソウルのロレンツォ・デ・メディチと評されることとなる。空間社出身の門下には、ユマサル、金、貧憲職、小康賞、金平神、金英春などがいる。大阪万博では、韓国館を担当。1971年、フランスポンビドーセンター国際設計競技、1975年、ソウル市庁舎設計競技に参加。ありがとうございます。